トミチック天国 in 会津。さあ、ついにやってきました会津若松ですね。今日は9月22日、でしたね。今日と明日、明後日で、実は会津祭りが執り行われるわけです。で、今日はですね、これ今、神明通りという、目抜き通りですけれども、こちらで行われてます、会津磐梯山による盆踊りと人形会津磐梯山ですね。えいやー、会津磐梯山はで有名な、昔お酒の CM で有名でしたね。それの盆踊りというわけで、これはすごいですね。いつぞや稲祭りで民謡流しを見ましたけど、いや桁が違いますねって当たり前ですね。はい、うわすごい、延々と踊ってますよこれ。あれはどこまで続くんだろう。まあ、いいんだけど、いやこれすごい。はい、こんな感じでしばらくご覧ください。はい、これ各自治体とか、企業さんがそれぞれの、まあ、ネーミングが入ったハッピーですかこれ。福島銀行の後は東方銀行と、まあ、あとはなんたら病院とか、リオンドールだとか、オリンパスだとか、なんとか中だとか、いやすごい。あーなるほどね。これ A 線は有名な清酒酒蔵ですよね。なんかあそこ変なかぶってるやつがいるぞ。変なのかぶってる子供がいたりする。なかなか、はい、この佐藤エレガンス佐藤時計店の中に、変な馬が現れました。馬がいます。馬見えますか。馬が踊ってますよ。馬が踊ってます。ありゃー、たまにこういうちょっとやらかしちゃった人とかがまあいるんだね。まあ別にダメとは言わないけどね、祭りだからさ。まあでも彼はこうやって撮られて、よもや YouTube で全世界にアップされるとは思ってもいないでしょうな。これお仏壇のお店なんですか。これ一休さん大黒堂さんですけれど、一休さんがいます。すごい、この人は特別手当をもらいたいよね。一休役だよ。あれはすごい面白いなこれ。磐梯はですね、埼玉出身で、こういう故郷がないんですよね。田舎な感じって味わえなくて、これはいいですね。やっぱり、ふるさとっていいなと思いますね。